サービス、さあこれもダブルダブルサービス、これも辛いところ大柄になります。風味香りで味わいましょう。秘伝の香りでございます。はい、ゆず入りを2つと大柄を2つ。ゆず入りの辛さは大柄です。2軒分ってことで、はい、これもね、鷹の爪の樹木の辛いところ、これも相当薬剤飲み感チン、味噌の香りを味わいましょう、はい、江戸松葉のりからこれもごま、山椒抜かします、はい、これ朝飲みから、生の唐辛子、ごまの油で焼いて、焼き唐辛子からこれもね、六味唐辛子の大辛、さあこれも海苔が入って特製、これもごま、さあこれもね、辛いところ、まあ、甘い辛いはお好みで調合いたします、まあ、300人の弁当でございます。ゆずのシール貼ってありますから、こちらがね、ゆず入りですね。はい、じゃあすみません、こちらが6000円。ゆず入りが何個、あと、ゆず入りが2つの、はい、大辛が2つ、2つですね。さあこれも鷹の爪の樹木の辛いところ、はい、おみかんの皮を粉末にしたチン、海苔の香りを味わいましょう。これにごま、さあこれも山椒抜かします、これ朝飲みから、生の唐辛子、ごまの油で焼いた焼き唐辛子から、六味唐辛子のこれも大辛、さあこれも海苔が入ってごま、さあこれもね、辛いところ、これはね、ゆず入りになります。まあ、作り置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合、秘伝の香りでございます。これがゆず入りの大柄ね、辛口になります。さあこれも辛口のナンバーワン、四国さぬきの名産、鷹の爪の純物、ただいま混ざりました中辛、焼いて焼き唐辛子を加えて辛いところ、これが大柄、さあ海苔特製、これもごま、山椒の香りを加えます。さあご贔屓からご愛嬌、まずはシングル、これ私の気持ちが入ってダブルのサービス、最後これも辛いところ、これが辛口の大柄になります。作り置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあ、江戸は徳川300という4年の伝統、秘伝の香りでございます。1つ追加作れる、大柄でいいですか、うん、山椒の香り、さあこれもね、一杯の負け、さあこれもダブルのサービスね、さあこれもダブルダブルサービスね、これも辛いところ大柄になります。朝夕の食卓の友でございます。これも大柄の辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物、焼いて焼き唐辛子を加えて辛口の大柄、さあこれもね、海苔特製、これもごま、山椒の香りを加えます。さあ毎度ご贔屓からご愛嬌、まずはシングル、さあこれもダブルのサービスね、最後これも辛いところ、これは大柄になります。全部で何個かな、これは一つサービスね、10個かけて、はい、どうもありがとうございます。さあどうぞ。大辛と小辛で、はい、チンピオンが両方とも、はいはい、じゃあとうとう薬剤のみかんからいきます。海苔の香り、ごま、山椒の香りを加えます。ただいま混ざりました中辛、これ風味で辛さを和らげた辛さが小辛の辛さになります。朝夕の食卓の友、これが小辛、さあ磯の香りから江戸松葉型、これもごま、山椒の香りを加えます。さあご贔屓ご愛嬌から、まずはシングル一杯の負けから、さあこれもダブルのサービス、こちらあとね、相当薬剤のみかんからね、海苔の香り、これにごまの香りを加えます。これチンピ多めね、朝夕食卓の友、これが小柄になります。これは大柄になりますと、辛口のナンバーワン、これも四国は讃岐の名産物、八つ下の木一本、鷹の爪の純物の辛いところ、焼いた焼き唐辛子を加えて辛口の大柄、さあ海苔特製、ごま、山椒の香りを加えます。大柄にはまずこれもシングル一杯の巻から、ご贔屓からご愛嬌、これもダブルのサービス、この辛いところを大柄ね、これも陳皮多めでいきましょう。朝夕の食卓の友でございます。お父さんお待たせしました。辛さは中辛一つ、中辛一つね、はい、さあこれ一般ご家庭最終向け用の辛さが中辛、江戸は徳川300という4年の伝統、江戸土産七味七色中辛、さあ海苔特製、これもごま、山椒の香りを加えます。これご贔屓ご愛嬌、まずはシングル、さあお父さんの気持ちが入ってダブルのサービス、最後のこれもダブルダブルサービス、これが中辛になります。さあ需要と薬用と尊われた七味唐辛子七色、まあ、お客様に合わせて完全調合いたします。じゃあこ